浅草めっちゃ天気いい今日。こんな感じでね、チェックインの時間まで散策します。よし、今年初おみくじ99。こんな感じ、大吉じゃん。大吉、願望叶えられる、病気治る、なくし物出てくる、町人出てくる、引っ越しもいいで、旅行もありで、結婚付き合いもいいと、いいことずくめじゃん大吉。じゃあこれ持って帰ります。あったー、ここです。下に1階にローソンがある。で、近くにねスーパーもあるから、ここめっちゃ良さそう。しかも綺麗だし。で、時間がね2時なんで、時間潰したいと思います。なんか買い物中に雨降ったっぽい。ちょっとね30分早いんだけど、もうホテル行っちゃいます。ラウンジがあるらしいので、その中入ってれば多分30分過ごせるはず。ちなみに1階はローソン。すごっ、わっしょい。いいね、ここでじゃあ休憩するか。今回泊まったのは13階の7番の部屋、ここです。で、まず入って前に見えるのが、ドーン、プカ。こんな感じはね、今回面白い、なんだよ、漫画デザインみたいな感じのホテルになってます。で、ベッドは2つ。これ繋がってないな、繋がってるやつが良かったな。なんかいろんな種類あるらしいです。で、左には全身鏡があって、で、これはなんだ、ティッシュ、エアコン、テレビ。で、ハンガーがいっぱいあるね。左側にはでっかいテレビと折りたたみの机と椅子。今回ね、デスクスペースっていうのはほぼないね。で、これはフロントかな。で、ここに電気があって、コンセント。で、気になる、こっち行く前にちょっとね外の景色見てみよう。ここ通っていきます。よし、あ、すごい、ここもドリンクホルダー、小物入れ、で、コンセントに USB 端子もある。ここが電気か、同じ。あ、こっちも同じですね。じゃあちょっと外の景色を。あれ窓かと思ったら窓じゃなかった。ここ開くかな。じゃあ行きます。オープン。あ、全然開かない。全然見えませんでした。ってことは13階じゃなくてよかったな。3階と10階、12階、13階があったんですけど、景色見たいと思って13階にしたけど、窓から何も見えませんでした。3階が一番空いてましたね。で、気になるこの部屋はというと、はい、トイレがあって、ここに洗面台があって、で、今回はねシャワールームになってます。こんな感じで、鏡、水の強さは、まあ、いい感じで、手洗い、洗顔用のフォームに、お、結構広いな。シャンプー、リンス、ボディーソープ、結構おしゃれだねこれ。で、シャワーヘッドは普通ですね、リファーとかじゃないです。で、お湯の強さは、おお、強い、いいね。今回は大浴場ないんで、このシャワーですかね。で、ベッドはこんな感じ。そしてこのベッドの下に荷物入れるところがある、キャリーバッグとか入るね。で、ここにケトルあったわ、カップ麺食べようかなと。テレビでかいね、もう寝ながらテレビが見れると。ということで、ね、今日はここに泊まります。で、今回ここ1泊なんですけども、1泊なんと3000円だけで泊まれます。かなりね安めですね。まあ、ただ湯船がなかったり、あと結構狭めかな、本当にベッドしかないし、机のスペースっていうのはほぼない感じなので、まあ最低限泊まるんだったらここで全然いいと思います。当日予約とかも多分取れるんで、最初アパホテルに2泊、次池袋の都民インに2泊で、ここ1泊で今5泊目です。で、前回ね、チェックアウトが11時で、今回チェックインが15時だったんですけども、この4時間ね、結構ね、時間潰すのが大変なので、やっぱなんかね、2日、1週間ぐらいね、まとめてホテル取っちゃって、週単位での移動とか、そっちの方がいいかと思います。まあ、観光地だったら、普通に観光すればいいけども。
まあそんな感じでね、ちょっと疲れたんで仮眠取りたいと思います。っていうか今気づいたけど冷蔵庫ないわ。なんか買いだめしてここに何日か住むっていうのはちょっと厳しそうですね。よかったらさっきなんか食べ物買わないで刺身とか。サービスに関してはコインランドリーとセルフクローク、あ2階にあるんだ。で、充電器とかは貸し出ししてますよと。で、清掃のスケジュールはこんな感じ。今回1泊なのでなし。で、ランドリー使用状況もこんな感じで見れますね。2階にあります。洗濯はちょっと高いかな。で、あとねこんな感じでね軽食サービスがあるらしい。朝6時半から10時、パンが何個かあるらしい。これいいな。明日の朝はこれにしようと思います。夜はこれね、昨日のドミーインでもらってきてごめんなさいで、まあ今のところはドミーイン1位、2番がアパホテル、3位がここかな。仮眠します。はい、今の時間が22時48分。めっちゃ寝ちゃいました。夜ご飯さっきのライフで買ってこようと思ったんですけど、なんかライフ10時までだったらしくて買えなかったんでね、昨日もらったこちらのごめんなさい食べて、でそれでもお腹空いてたらね、1階にローソンがあるんで、そのローソンでねちょっと買っていきたいと思います。ここにねポットがあったんで、このポットでねお湯沸かして食べます。おいしい。でも絶対足りないな。これカップ麺1個と夜泣きそば一緒ぐらいのサイズです。あ、でもやっぱ普通の夜泣きそばの方が美味しい。ごちそうさま。いや美味しかったけど足りないんで下のコンビニで買ってきます。そうで、あとこのホテルね冷蔵庫がないから飲み物とか冷やせないっていうのもちょっと難点ですね。コンビニめっちゃ近いです。出てすぐ涼しい。いや夜の散歩いいな。でね、この周りはなんかあんまり浅草感はない。まあ浅草の寺の近くだけど。2階でレンチンします。で朝食はねパンがついてます。確か6時から9時あたりの時間だった気がする。ここのトースターで温めてそこで食べるとか、あと部屋戻って食べるとか。朝食ついて3000円だったらかなり安いかも。買ってきたの L チキンカレーと、あとね下のローソンはすごくて、なんか手作りコーナーみたいなやつがあって、手作りなんつつみ明太ポテト、あとは明日の朝ごはん用にチョコチュロクッキー、これ真っ黒ですげえと思って買ってきました。今日の夜はこの2つ。めっちゃ美味しそう。 でっかいチキンが2つあります。あ、手作りなんつつみ明太ポテト、なんだいいこと思いついた。このナンをカレーにつけて食べる。おいしい。今日はねこんな感じで、なんか快便みたいな感じで体に悪いんですけど、ホテル生活1ヶ月とかするようになったら紙皿買って、えのきとかねコンビニとかスーパーで売ってるんで、そういうのを買ってレンチンして食べると結構健康的かなと思います。納豆とか。で今からシャワーなんですけど、バスタオルないかも。これかな、バスタオル。あ、これっぽいな。これバスタオルで、タオル下を行って入ります。はい、1時26分風呂上がったので寝ます。明日は8時ぐらいには起きたいかな。おやすみ。はい、9時半、おはようございます。なんか朝起きて鏡見たらめっちゃ炎症みたいになってる。枕は合わなかったのかな。なんか洗顔したらだいぶマシになった。何だったんだろう。じゃあ朝のサービスのパンもらってきます。はい、危ない、ラスト2つだった。はい、5日目の朝ごはんは昨日ねコンビニで買ったチョコチュロッキー、チュロスクッキーみたいなやつかな。これ真っ黒でね、これ色すごいと思って買いました。これと、であとはね、ロビーでもらった朝食の、これは何パンだ？いちごかな？で、こっちが北海道ミルク。これ美味しそう。これちょっと怖いね。ということで、いただきます。ああ、顔むくんでる。でもめっちゃよく寝れた気がする。ここから朝日が入って、いい感じに起きれました。まずは北海道ミルク。うん、美味しい。続いて、この赤い謎のパン。あ、いちごっぽい匂いが。うん、多分いちご。ラストチョコチュロッキー。確かになんかチュロスとクッキーがすごい混ざってる感がある。で、11時のチェックアウトまでのんびりします。はい、今の時間が10時50分。ということで、ここチェックアウトします。このホテルの感想は、まあ、3000円とね、かなり安くて、で、朝食のね、パンとかもついてくるので、値段に関してはかなりいいと思います。ただ、
部屋がね狭かったり、この段差使い勝手っていうのはうーんっていう感じでしたね。まあシャワーとか洗面所とかトイレは全然良かった。ただこのベッドがねちょっと乗りづらいかなっていう感じ。結構ここねベッドに乗るまでに段差があるし、横からね入っていけないっていうのが結構めんどくさいかなと思いました。トイレ行く時もここからこう行ってトイレ行って、でまたこの高い段差上がってみたいな。であとはデスクスペースもないので、仕事をやったりする人っていうのは向かないと思います。あくまで夜寝るだけとか泊まるだけの人にとっては結構いいかなと思います。あと気になったのはね、今は洗顔したら治ったんですけど、肌がねめっちゃ赤くなったので、どうなんだろう、なんか枕のせいなのか、たまたま日焼けして赤くなったのかわかんないんですけども、まあそういうことがありました。あ、ちなみに今日がホテル生活6日目ですね。あと2日泊まれば1週間達成。今の気持ちだとちょっとね家が恋しいかなっていう感じはあります。ということで中間報告でした。